この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。休み時間になった。さっきのやり取りでごっそり HP を削られた気がしないでもないが、それはそれ、そこはそれ。とりあえず教科書を取りに職員室へ向かうか。いたいた、スリーセブン君、今回は逃がさないからね。おや、それでさ、月下に投票してくれるんだよね。いや、天道に入れてくれるよな。廊下に出るや否や、早速たくさんの生徒たちに囲まれてしまう。昨日と同じような展開。いや、平日なせいかさらに人数が増えているような。まいったな、どうしよう。これが続くかと思うと、なんかもう逃げるのも面倒になってきたぞ。よし、ここは頭を切り替えていくか。私と一緒に部活しよ、きっと楽しいと思うよ。それじゃあ俺と付き合ってくれ。いや、それは無理。だって私彼氏いるし。うん、振られたか。でもまあ、新しい出会いがまだ、またあるだろ。スリーセブン君って結構めげない人なんだね。自分から誘ってきたくせに彼氏持ちなんて、やっぱり女なんて信用できないだろ。男同士が一番だよな。おい、その言い方やめろ。そしてお前がテニス部ってことはちょっと怖いんだよ。悪いが、その趣味はない。っていうか、どさくさに紛れて腕を絡めてくるな。ひどいよ、手塚くん。僕って彼氏がいながら、他の男に手を出すなんて。手塚くん。ラケットの形は似てるけど、シャトルとボールじゃ、やっぱり分かり合えないんだね。手塚くん。あの低めの声で手塚くんか。ギリギリいっとるね。柱になれ、お前は。手塚くん、素敵。すげえ、さすが手塚のゾーンだ。その場を一歩も動かず、どんな男でも簡単に惚れさせちまうとは。こういうのが許されとった時代なのよ。必殺技っぽく聞こえるけど、ただウィンクしてるだけじゃねえか。さあ、スリーセブン、この手を当たり、僕と一緒に大空へ羽ばたこうじゃないか。ズカブってなんだ。男だか女だかわかんねえ。ブは引っ込んでろ。ひどいよ、それって私のこと言ってるの。もう聖天使猫姫的にはプンプンなんだから。ネカマ同好会って何よ。なんか今日はやたらややこしそうな部活が多いな。あらあら、天使、これは何の騒ぎなの。マイエンジェル。あー、やばい、マイエンジェル。ふわふわとした、薄栗毛の髪の毛、整った目鼻立ち、そして完璧なプロポーション。あ、物腰の柔らかそうな雰囲気といい、まさに理想のお姉さんランキングベスト1って、感じの女性がやってきた。なんてこった。来てくれました。今スリーセブン君の取り合いになってて。なるほど、それじゃあこの騒ぎも仕方ないわね。でもね、これだけ騒がしいと他の生徒たちにも迷惑がかかるから、みんなこの場は少し落ち着いてほしいな。カンナ先輩がそう言うなら、私たちはすぐに引き上げます。お腹が鳴った。ありがとう。月下の人たちもそれでどうかしら。そんな調子いいこと言って、その隙にスリーセブンを天道に引き込むつもりだろう。あら、そんなことはしないわよ。でもそこは私を信用してもらうしかないわね。それでどうかしら。なんだこの笑顔は。
俺は女に興味なんてないはずなのに。ここは引いとけって。カンナさんを敵に回したら男子どころか女子たちからもソース感食らうぜ。天道はもちろんだけど、月下にもあの人のファンが多いんだからさ。そんなことあなたも分かってるでしょ。ごめんなさいね、都合がいいことを言ってるのは分かってるのよ。分かった。この場はカンナに任せる。あ、よかった。私のわがままを聞いてくれてありがとう。頭を上げてください。騒がしかったのは事実ですから、こっちが悪いんですし。それでは失礼する。月下と思われる生徒たちがゾロゾロと引き上げていく。さすがカンナ君だ。これで月下に一歩リードできたね。さあ、思う存分彼を口説きたまえ。あ、ズカブってそういうことか。宝塚部の、あ、ズカブだ。あら、勧誘はしないわよ。だってそういう約束だもの。なるほど、口調で判別すればよかったんだな。でバドミントン部はなんかすごいなよなよした、バドミントン部はなよなよした男みたいな感じになるけど、大丈夫なのかなそれは。そうなんですか。それじゃあなたたちも教室に戻ってね。あー、かわいい先輩、かわいいよ。はい。遠藤の人たちも素直に去っていく。すげえマジか。さっきまでの喧騒が嘘のように静かになる。はじめまして、3年のカンナカナです。カナカナ。俺の方を振り向いた動作に合わせてふわりと、髪の毛と短いプリーツスカートが優雅に舞い上がった。天道会で副会長をしているの、これからよろしくね。副会長、この人が持っている独特の空気とか、さっきの場を取り仕切る能力とか、てっきり会長かと思ったんだが、これで副会長なら会長はどれだけすごい人なんだろうか。想像しくてごめんなさい。でもね、みんな悪気があったわけじゃないの。ええ、それは分かってますけど、昨日からこれなので正直しんどいというか。もうこんなことがないように私からも各部へお願いしておくから許してちょうだいね。それは助かります。先輩最高です、大好きです。あら、立脇くんって聞いてたより面白い子なのね。あれ、流されちゃった。やっぱりバイブル通りに行動しないとダメか。バイブル通りに行動して今があるんだろう。それでね、私がここに来たのは今朝春日ちゃんを助けてもらったお礼を。タイミングが悪かったみたいね。どうしようかしら。あ、そうだ。ポンと胸の前で、手を軽く合わせる。お昼休みなんだけど、立脇くんのスケジュールって空いてる？これはひょっとしてお昼ご飯のお誘いってやつでは。よし、ここだ。ここで決めるぜ。もちろんだ。あなたのためなら今すぐ授業をバックれても問題ないぜ、ベイベー。あらあら、授業は真面目に聞かないとめーですよ。ほっぺをぷくっと膨らまされた。なんだこの怒り方は。怒られたはずなのに思わずニヤニヤしてしまうぞ。すいません、真面目に授業を受けます。いい子ね。それじゃあまたお昼休みに会いましょう。にっこりと天使のような笑顔を残して、カンラ先輩は、去っていった。ちなみに教科書は元ゆるぎ堂先生が持ってきてくれた。
そして約束の昼休み。話はカンナさんから聞いてる。今から天童の生徒会室に案内すっからついてこいな。おー、クラガノが明日言うとったからな、そこはちょっと一歩やられたな。場所さえ教えてもらえば校内の探索がてら一人で行くつもりだったんだが。ま、案内してやるって言ってんだから遠慮すんなって。うちとおめえの中だろ。おペイの中だよ、おペイの中。いつの間にそんな中に。立脇氏ってビッチさんみたいなビッチが好みなの？それはない。だってビッチさん彼氏31人もいるし、俺はたった一人の女性に愛情のすべてを注ぎ込む主義だからな。ひどい。うちのおっぱいガン見してたくせに。いや、ちょ、確かに見たけど、すぐに目をそらしたっていうか、ごめん。真っ赤になっちゃって、やっぱ面白いな。童貞。高校デビュー失敗、転校デビュー失敗して童貞やねんかと思う、これじゃ。嘘泣きかよ。さて、ここは昨日迷った時に来たような。この建物が天童会の生徒会室だよ。台形の建物全体がガラス張りになっており、一般的に想像している生徒会室とは一線を画していた。整えられた植え込みのそばにはバリアフリーなスロープまでついていて、思わずどこぞの箱物を連想してしまいそうな雰囲気だ。